ペトロールズの河村敏姫、ドクターが亡くなったことがバンドのオフィシャルサイトにて発表された。X、ペトロールズ河村敏姫の不法全文。オフィシャルサイトの発表によると、河村は11月26日に自宅で倒れているところを家族、友人に発見され、病院に搬送されたが、その後死亡が確認されたとのこと。 12月6日にペトロールズが出演を予定していたイベントモントルージャズフェスティバルジャパン2024については出演キャンセルとなり、ペトロールズ出演見送りによる対応については、また改めてお伝えいたしますとアナウンスされている。遺族の意向により、葬儀は近親者のみで執り行われる。河村敏秀は1978年生まれのドラマー。2005年に長岡良介。 ボ、ジー、ミューラ順五、ビトペトロールズを結成し、その後ライブ会場限定で数々の作品をリリース。2015年9月に結成10年目にして初のフルアルバム、ルネサンスを発表した。また2023年11月に戸田シと共にユニット、は、を結成し、今年10月に新曲、ブルルをリリースした。